阪神甲子園球場です。阪神タイガース対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発はルーキーの伊藤、対するジャイアンツの先発は左の高橋、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。左の伊藤マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは松原。投げた、打ちました。伊藤ボールを取る、一塁へ送る、アウトです。一塁はアウト。バッターは2番坂本。坂本背番号6。第2球、投げた、打った、中野掴んだ、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。左バッターボックスは丸。第3球を投げた、ツーシーム見逃し三振。伊藤見事なピッチングです。伊藤今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは岡本。投球これから7球目、打ちました、いい当たり、センターへの打球、ワンバウンドヒットになる。岡本いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。次は5球目、カットボール、空振り三振。右バッターボックスは6番中島。中島背番号5。第2球投げた、打ちました、センター前進、取りました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第3球を投げた、打ったに当たりだ、ボールはライナーで右中間へ、クリーンヒット、ボールが転がる、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、大城ツーベースヒット、タイガース先制のピンチを迎えます。さあピンチで迎えるバッターは吉川。ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、打ちました、初球打ち、掴んで、これで3アウトになります。先ほどのプレーです。二者残塁、2回の表が終わって0対0です。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー高橋。第1球投げました、低めのボール引っ掛けた、右中間へ持っていきましたが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って松原。最初のバッターボックスはピッチャーを打ちました、これはショート真正面、ショートから一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番坂本。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打った、糸原取って、これで3アウト、チェンジ。伊藤三者凡退に抑えています。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターはロハスジュニア。第1球投げました、見送ってボール。投球これから2球目、打った、これは強烈、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、先制ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えました。タイガース1点先制、1対0。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは丸。さあ投球は5球目、これは引っ掛けた、フラフラっと上がった、丸で下がっていった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡本。今日2度目のバッターボックス。投げました、ツーシーム、空振り三振、ボール球で仕留めました。右バッターボックスにはウィーラー。打った、糸原ボールを掴んだ、アウト、3アウト、チェンジ。
伊藤、見事ジャイアンツ打線を抑え切りました。4回の表が終わって1対0です。5回の表1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、この回のトップバッターは中島。打ちました。糸原取った。一塁送球アウト。中島いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げました。初球を打ちました。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番吉川。最初のバッターボックスはファーストライナーに打ちました。糸原ボールを取る。セカンドから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。伊藤三者凡退、無得点に抑えています。5回の表が終わって1対0です。タイガースリードで迎える5回です。ノーアウトランナー一塁という場面でロハスジュニア。第9投げた。初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げた。打ちました。痛烈。いった。一直線入った。入った。ホームラン。ツーランホームラン。2打席連発ストレートを狙い打ち。3対0タイガースリードを3点に広げます。素晴らしい一発をベンチも祝福。さあリプレイです。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはピッチャー高橋。第4球を投げた。打ちました。フラフラっと上がった。中野バックしていった。ショート取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って松原。今日はピッチャーゴロとショート。打った。破った。松原ナイスバッティングです。バッターは2番坂本。今日はショートゴロとセカンドフライ。投げた。打ちました。右中間へのフライ。ライト前に出る。島田取りました。ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。一塁へ一つ牽制球を送りました。さあ4球目低め空振り三振。伊藤三安がうなります。6回の表が終わって3対0タイガース。3点リードは変わりません。タイガース追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でロハスジュニア。今日3打点を挙げています。第2球投げた。スクリューに送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで第3球を打った。痛烈な当たり。ライト交代。抜いた。タイガースさらに1点追加。ロハスジュニアタイムリーツーベースヒット。タイガースナウ。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは岡本。投げました。打ちました。これは内野ゴロ。糸原掴んだ。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番ウィーラー。今日は三振とセカンドゴロ。ストライク見逃し三振。バッターは6番中島。今日はセンターフライとセカンドゴロ。あっと引っ掛けた。フラフラっと上がった。ショート落下点。取りました。これで3アウト。スタンドからから8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは大城。膝元へズバッと決まって見逃し三振。第3球を投げました。打ちました。1、2塁間のゴロ。糸原ボールを掴んだ。セカンドから1塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。代打は中田に変わりまして、投球は3球目投げました。サークルチェンジ見逃し三振。伊藤3球で仕留めてみせました。伊藤最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって5対0です。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは松原。ジャイアンツ反撃ののろし。打った。流し打ち。ライナーだ。松原いいバッティングを見せました。バッターは2番坂本。今日はここまで3打数ノーヒット。投げました。打ちました。いい当たり。左中間へ持っていきましたがヒットになります。ボールは中継。坂本ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。今日2三振の丸。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。第2球投げました。打った。伊藤取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第9投げた。初球打った。セカンドライナー。さあいよいよあと1人。
今日2三振のウィーラー投げた空振り三振伊藤三安がうなります。伊藤見事な完封勝利タイガース見事勝利です。勝利投手は伊藤正志、敗戦投手は高橋。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。